学科の、竹下敦です、この教室にね、ご覧の皆様に改めて、自己紹介をしたいと思います、私竹下敦と申します、3歳の時に新宿にあるイタリア料理店で、中南米音楽家のレイ・アルフォンソ・ショーダ氏と、知り合いまして、その時に、ギターを手にしました。気がついた時にはですね、もうギターを弾いておりました。でおじは、鈴木バイオリンというバイオリン工房で、バイオリンを制作するバイオリン制作者であり、バイオリン奏者でもありました。師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーダ氏にさまざまなことを教えていただき、音楽活動を続けております。主に、使用している楽器は、現在、ヤマハのクラシックギター、G150 と、あとギブソンレスポールジュニアのレスポール氏が使っていたモデル、そして、シャーベル社のストラトキャスター、ポール・リード・スミス社の、ポール・リード・スミススタンダードモデル、そして、グレコさんのレスポールモデルを、メインに使用しております。音楽の発展のために、力を尽くしていきたいと思います。以上をもってね、竹下敦、かっこいいギター教室のご挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。